ロンズデール。そんなに構えるな。もはや互いにやり合う理由もない。何せ守るべき君主はもういないのだからな。一人でいるようだが、率いていた部下はどうした？全員無事にホログラードへ送り届けた。今は軍を離れて一人身だ。いいのか？ホログラードは混乱しているだろうに。あなたのような人がまとめ上げないと、新たな争いを生むかもしれない。買いかぶるな。海軍の将にそのような力はない。あるのは手土産だけだ。何の話だ？覚えておけ。戦には叱るべき後始末のつけ方があるのだと。プラシド王よ、海軍の将の入国を許していただき感謝いたします。それだけではなく、数々の恩情のおかげで部下たちも無事に故郷に帰ることができました。よい、ロンズデール殿の覚悟に応えるためだ。して今日はどうしたのだ？数々の寛大な措置に対する返礼をしたいと参上しました。殊勝なことよ。してその礼とは？礼の品は私の首です。ほう、首とな。これでプラシド王もタミラに示しがつくこととなる。俺のけじめはこれしかあるまい。なるほど。ロンズデール殿は統治というものを実に心得ておる。貴殿の考え十分に分かった。早速処刑と行きたいが、そうもいかん。今度は余が民に暴君と恐れられてしまいかねぬからな。貴殿はスローン殿と窮地の中と聞いた。死ぬ前に一度会いに行ってはどうだ？わかりました。ならば最後にスローンの墓参りをさせていただきます。うむ、早速兵に案内させよう。ロンズデール、ああ、良いところに。何かあったのか？今、グローリア王女とスローン殿のことを話していてな。ぜひ、あなたにも聞いてほしいのです。いいのか？もちろんです。余とスローン殿との出会いは、もう50年ほども昔のことだ。皆に黙って城を抜け出し、暗殺者に襲われたことがあったのだ。その窮地を救ってくれたのが旅の途中だったスローン殿でな。その礼も兼ねてしばし王宮に滞在してもらったのだ。その時に
スローン殿からいろいろと旅の話を聞いてな。まだ幼かった世は遠い異国の地に憧れたものだ。剣の腕はもちろん、高潔で義に厚い真に強い方だった。本当に惜しい方を亡くした。そうだ、スローン殿の話もしたことだ。彼の墓に参りに行くか。あ、いや、しかしいかがなさいましたか。スローン殿の墓前に雪すずらんを備えようと思ったのだが、雪すずらんが咲く北の湖畔に凶暴な魔物が現れてな。そういうことでしたら私が摘んでまいります。雪すずらんの花なら存じておりますので。ああ、いや、それは危険だ。兵たちが討伐した後にでも改めて。俺も一緒に行きます。グローリアは一度こうと決めたら絶対にやめようとしないからな。それに俺もスローンさんの墓参りをしたいと思っていたところだ。助かります。そこまで言うのであればその行為に甘えさせてもらおう。グローリア王女のことくれぐれもよろしく頼むぞ。行くわよ。これで。さあ、慣れて。
十分。行くわよ。私に任せて。喰らいなさい、残影の刃。次は誰かしら。決まったわね。そろそろこの実に興味深いな。ワクワクするわね。お前はスローンと俺の関係を聞いているか。いや、彼から多くのことを学ぶ前に。そうか、あいつと初めて会ったのは傭兵団だった。俺たちはそこで互いに腕を競い合っていた。剣の技量はほぼ互角、勝敗も五分と五分。傭兵団を抜けた後も交流は続いていてな。最後に会ったのは酒場だった。まさか傭兵上がりの俺たちが国に仕えているとはな。おまけに人生をかけてでも守るべきものができた。全くだ。この俺がホログラード軍の将、お前なんてお姫様のお守り役じゃないか。からかうな。グローリア王女は聡明なお方だ。将来はきっと立派になられる。羨ましい。こっちが使える王と来たら危なっかしくてな。怪しい女にたぶらかされて口を開けば遠大な野望ばかりでな。まったく自分の立場を顧みずにうぬぼれが過ぎるんだ。あれは危ないな。いいか、ロンズデイル、忠臣を辞任するなら、もし王が間違いを犯したらお主が正すのだ。わかっているさ。だがな、雇われの宮遣いにできることにも限度というものがある。それでも正さねばならぬ。王の間違った決断は人の命を奪うからな。もちろんだ。だが堅苦しい話はここまでだ。久しぶりの酒を楽しませてくれ。久しぶりに飲み勝負でもどうだ。それを言うなら剣の方だろう。五分五分の勝敗にケリをつけねばなるまい。ここに来た理由はスローンに詫びるためだ。あの時の忠告を本気で聞いておけばこんな再会をせずに済んだ。彼の言う通りだった。王の間違った決断は人の命を奪うとな。それに気づくのが遅すぎた罰として、スローンよ、お前に切ってほしかった。だがそれよりもきつい一撃を俺に見舞ってくれたな。最後はお前の勝ちだな、スローン。どういうことだ。スローンの意志を受け継ぐ。お前に負けたからだ。あれは自尊心をズタズタにされたぞ。だがスローンからのお灸と思えば納得だ。
今までスローンとの勝負は五分五分だったが、これで彼が勝ち越してしまったんだからな。さて、これで思い残すことはない。プラシド王のもとへ戻るか。いや、その必要はない。ロンズデイル殿はもう十分に罰を受けておる。我が生涯の友スローンからな。したがってハルシオニア国王プラシドはここに宣言する。我がハルシオニアを侵略した元ホログラード軍の将ロンズデイルをただいまをもって放免とする。プラシド王、それでは民に示しがつかないではないか。敵の首をはねるだけが全てではない。寛大な心を持って許すことも時には必要なのだ。さあ、好きな場所へ行くがよい。亡き友の思いを胸にこれからも生き続けよう。プラシド、感謝いたす。あれはロディさん、一体何をしているんだ。おい、ロディ、ビジヌが暴れた後始末もお前自らやっているのか。私はこの国に対して責任がある。当たり前のことだ。だがいくらなんでも働きすぎだろう。リリーも心配するぞ。だったら少し手伝ってくれまいか。人手が多いに越したことはない。しまった、ヤブヘビだったか。ほら、働きすぎの兄弟子を手伝わんか。行った手前何もしないわけにいかないか。わかった、手伝おう。若い頃を思い出さないか。昔はこうしてよく後始末をしていたな。あれは師匠がお人よしだったからだ。挑戦しに来た魔法使い全ての相手をして、
後片付けは決まって我々が。か、懐かしい話だ。まさか久しぶりにやる羽目になるとはな。初心を忘れてはならんということだ。さてと、これで大体終わったな。エルヴィスに礼をしよう。うう、お前のおごりで酒場だな。もっといいものだ。トネリコの枝？そいつがどうした？お前の旅に役立つ杖を作るんだ。その威力はこの私が保証してやろう。そりゃありがたい話だ。そこまで我が輩にしてくれるとは。おいおい、勘違いするな。お前が材料集めをしてくるんだよ。なんだと？とは言っても簡単な話だ。今から言うものを集めてくるだけだ。まずはミスト草だ。これはハルシオニアに自生している。そしてカクタスの樹液、サバロンにあるものだ。そして最後に結氷石だ。こいつはライムダールにある。おいおい、大陸中を巡ってこいというのか？ああ、その通りだが、苦労する甲斐は十分にあるものだぞ。少々面倒だが仕方がない。わかった、すぐに集めてこようじゃないか。いい答えだ。では私は片付けの続きをしながら待っていよう。楽勝だったな。
出かけるのか？ええ、気晴らしに少し散策でもと思いまして。散策か、それはいいな。ここからは海も近いし。海？そうですね、海岸まで歩くのもいいかもしれません。よろしければご一緒にどうですか？そうだな、よし、俺も行くか。グローリアに助けられたのはこの辺りだったらしいな。はい、それほど前のことではないのにもう懐かしく感じます。あの後あっちこっち回ったからな。そうですね、いろいろなことがありました。海でなく陸地をこんなに長く旅したのは初めてだ。おかげでいろんなことを体験できたよ。グローリアに助けてもらったおかげだな。あの日突然風のクリスタルが輝き始めたのです。そしてその輝きの導きのままに進むとあなたがいました。思えばあの時すでにあなたはクリスタルに選ばれていたのかもしれませんね。かもな。だが今の道を選んだのは俺の意志だ。後悔は？もちろんしてないさ。かけがえのない仲間に出会えたからな。そうですね。この海のずっと向こうにあなたの故郷があるのですね。どのようなところなのですか？あなたの故郷は。特に何もない、偏僻な村さ。男たちは小さな船で海に出て、女たちは村で手仕事をして過ごす。子供たちは貝を取ったりカニを追いかけたり海辺で泳いで遊んだりしてたな。平和に暮らしているのですね。ああ、いつか戻れるといいですね。そうだな、いつかはな。ただ今はまだ旅を続けたいと思っている。実は私もそのように思うことがあります。世界には知らないことがまだまだたくさんあります。それらをもっと見るために、もっと知るために旅をしてみたい。まだまだ行ったことのない場所がたくさんあるしな。ええ、でもそれは過分な願いです。私にはミューザの王女としての責務がありますから。だったら両方やればいいさ。王女としての責務も果たす、そして旅もする。やりたいことは全部やればいい。それは、いえ、随分と気の長い話になりそうですね。やりたいことは多い方がいい。やりたいことがあるから明日が楽しみになるんだからな。他にやってみたいこととかはないのか？他にですか？そうですね、他にやりたいこと、図書館でゆっくり調べたいこともありますし、各地で食べた料理を自分でも作ってみたいです。もう一度ゴアメルの背に乗ってゆっくりと空から地上を眺めるのもいいですね。やろう、全部やろう、きっとできる。あとは行ってみたいです、
あなたの故郷へ。そうか。じゃあ行こう。いつか必ずみんなで。どうした？こんなにいろいろと願えるようになったのも皆さんと出会ってからです。少し前なら自分の望みを持つなんて考えたこともありませんでした。王女としての責務を果たそうとそればかりにとらわれていて。グローリアの責任感が強いところは立派だと思うよ。いいえ、私は間違っていました。聞いてください。波の音が聞こえるでしょ。以前に来た時はこの波の音も聞こえなかった。耳には確かに届いていたはずけれど、心に届いていなかったのです。あのままでは私は民の上に立つ者として失格だったでしょう。仲間がいるってのは大事だな。心に余裕が生まれる。ええ、そう思います。とても優しい、心が落ち着く音。よかった、この音を知ることができて。これからも俺や仲間を頼ってくれ。一人で抱え込まずに。ええ、そうさせてもらいます。さあ、そろそろ町に帰りましょう。ああ、これは貝殻か。そうだ、グロリア、贈り物があるんだ。貝殻ですか？実はさっき拾ったものなんだけどな。耳に当ててみてくれ。どういうことですか？耳に当てる？これは波の音？心が落ち着く音だって言っていただろ。それがあればいつでも心を落ち着かせられるかなって。本当、海辺にいるみたい。でもよく考えるとただの貝殻なんて持ち歩くのもな。いえ、ではこうしましょう。紐をつけて首飾りにしたのか。ええ、これならどうかしら。バッチリだな、よく似合う。ではこうして持ち歩くことにします。
丈夫、怖くないから、落ち着いてね。ごめんなさい、最近この子たちを怯えてしまって。何があったんだ。サンドワームという魔物の気配を感じてるんだと思う。前にも会ったから間違いないわ。私がバーナードと会ったのもサンドワームに襲われた時で、あの人が、バーナードが私を助けてくれたの。慰めてくれてありがとう。大丈夫よ。わかった、そのサンドワームを何とかすればいいんだな。俺にとってもニハルは友達だ。何かさせてくれ。前に現れた時はネッサの遺跡にいたわ。今度もそこにいるかはわからないけど、本当に無茶はしないでね。約束よ。前進です。さっさと終わらせよう。力が裏切る。さあ進みましょう。
つか。行くぞ。さっさと終わらせよう。うん、渦巻く魔力、破壊の力となれ。はあ、とんだ化け物だったな。ん？これはナイフか。気になるな。よし、サンドワームを倒したことをニハルに教えてあげよう。
天へ至れ。いい感じだ。学びの機会は大切です。私のこと甘く見てた。サンドワームは倒してきた。もう大丈夫だ。ありがとう。みんなも安心したみたい。それとサンドワームからこんなものを手に入れたんだけど。それバーナードの。どうして？サンドワームが落としたんだ。そうか、バーナードのナイフだったのか。もしかしてこれ、私がバーナードと出会った時の。ようやく目が覚めたが、手当てはしておいた。あとは。何も覚えてないのか？私、サンドワームに襲われて。なんだよ、覚えてるじゃねえか。助けてやったんだから感謝ぐらいしてほしいものだ。しかし、なんだってこんな遺跡に来た？死にてえのか？狩りをしようと思ったの。みんなにご飯食べさせたくて。どうしたの？なんでもねえよ。くそ。なんだ、腹が減ってんのか。ほら食え。
みんながお腹空かせてるのに私だけ食べられない。うるせえ、いいから食いやがれ。お前が腹を減らせば仲間の腹は膨れんのか。あ、お前がちゃんと腹いっぱい食わないと狩りだってまともにできねえだろうが。そんなんだからサンドワームに襲われるんだ。どうせ腹減って逃げられなかったんじゃねえのか。あのそのほら食え。飯を食ってねえから余計なことを考えるんだ。そうだろ、飯にはこだわる主義だからな俺は。どんな時でもうまいもんさえ食ってれば腹も気持ちも満たされるものさ。だから今は食え、仲間のことはその後だ。おいおい、泣きながら食うんじゃねえよ。おかわりいるか。あれから私たちはバーナードの手伝いをするようになったの。仲間って魔物だったのかってバーナードに呆れられたけど。そうか。私を助けたのは気まぐれだってバーナードは言ってたけど、私は違うと思ってる。一度お酒に酔った時にバーナードが話してくれたの。昔いつも一緒にいた相棒がある日帰ってこなくなったことがあったんだって。ちょうどバーナードが病気にかかった時だったから、彼は相棒に見捨てられた、そう思ったらしいの。でも違った。その相棒は食料と薬を盗みに行って失敗して殺されていた。バーナードはこう言っていたわ。俺がうまいもんさえ食えばすぐ治るなんてバカなこと言わなきゃなって。亡くなった相棒の代わりに私を助けてくれた、そんな気がするの。だからニハル、このナイフもらっていい？ああ、その方がバーナードもきっと喜ぶだろう。ありがとう。
おお、戻ってきたか。どうだ、大変だったろう。我が輩を見くびるな。こんなこと造作もなかったわい。その心意気だ。では早速始めよう。この国に初めてビジヌがやってきた時のことを覚えているか。もちろん忘れてはいない。あいつは初対面から呆れるほどの自信家だったからな。師匠の前でも尊大な態度は変わらず、我が輩は内心ハラハラしたものだ。ああ、世界最高の魔法使いはどちらか白黒つけてやるとな。しかし師匠は実に退屈そうだったな。その結果は師匠の圧勝だ。今思えば師匠はかなり手加減をしていたぞ。思い出したぞ。ビジヌはそれが気に食わなくて何度もやってきたんだ。そのしつこさだけは世界最高ってやつだったな。しかしビジヌはどうしてそこまでこだわり続けたんだろうな。魔道書が。これは師匠の葬儀の時か。感じますよ、住民たちの悲しみを。エヴァの死を悼んで葬列に参加していますね。これで勝ち。とうとう私は勝ったのです。あのエマに。エマは死に屈しました。たかが死ごときにね。しかし私はその死すらも超越した存在、ハイアンデッド。つまり私はエマよりも強い、すなわち勝利ということです。とうとうこの時がやってきたのです。私が世界最高の魔法使いとなるのです。痛いです。だがこの痛みへの恐怖、そして死への恐怖、それらを乗り越える力、ハイアンデッドの私こそが勝利なのです。あいつとのこれまでの勝負は全て惜敗、あとほんの少しで勝てたものばかり。つまりほとんど勝っていた。だがそれを阻んでいたのはこの痛み、この痛みへの恐怖、死への恐怖、それらを乗り越える力、そしてついに完勝したのです、ハイアンデッドの私が。まずいです、興奮しすぎて。いや、これはなんだ。いや、誰なのですか。私以外にエマの死を喜んでいるのは。その視線は、もしや私の勝利を祝ってくれているのですか。もっと祝うのです、この私を、世界最高の私を。痛い。苦しくて気持ちいい。もっと欲しい。この勝利の記念に世
世界最高の魔法使いに。もっと、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 もっと。ビジヌのやつ、師匠の葬儀を見に来ていたのか。しかも祝いに来ていたとはな。まったくとんでもないやつだ。ハイアンデッドになってまでも勝利を求めるとはな。トネリコの枝を入れるぞ。できたぞエルビス。持っていくといい。ハイアンデッドすら打ち倒した力がこもっているぞ。それに加えて各国で集めた素材がさらに魔力を増幅させてくれる。ああ、遠慮なくもらっておこう。だがくれぐれも忘れるなよ。杖の力に溺れたらビジヌのようになるぞ。初心を忘れず慢心せずだ。師匠の口癖だな。胸に刻んでおこう。